安寧の時を得ればよいものを。だがそれが知性体というものの宿業かもしれん。自らの力、技術で世界を変えようとする、それは神のみに許された技だ。鬼神界を滅ぼした理由はそれか。当然だ。メイナスを報じていたマシーナという者ども、あれもまたメイナスの庇護のもと不遜な進化を遂げつつあったからな。そんでもって次は俺たちホムスの番ってわけか。その通り。ホムスもまた危険な種族であることをお前たちが証明しつつある。残念だ、我は友人が欲しかった。だが生命に知性など与えるべきではなかった。神が友を求めるべきではなかったのだ。違う！メイナスは僕らとの共存の道を選んだ。メイナスが僕らを友と呼ぶのなら喜んで受け入れよう。だがお前が求めているのは友なんかじゃない。従順な下僕だ。己のための餌だ。やはりお前たちに考える心などは過ぎた代物であったようだ。だがもうじき全て終わる。テレシアが巨神界の生命を喰らい尽くす。その後我は新たな世界を創生しよう。これまで幾度もそうしてきたように。させない。絶対に僕たちが止めてみせる。お前たちを消して、この世界の進化は終焉としよう。来るがいい。ダンバーさん、その調子。ダンバーさん、ありがとう。今だ。ダンバー。ダンバー乗ってきたよ。油断は禁物だぞ。シュラク。いや。あなたの未来を変える。あ。この調子で頼むぞ。彼だ。いや、やれそうだ。ライトヒール。ドリーム。ナンバーさん、お願いします。ごめん、彼だ。オッケー、オッケー、完璧よ。昔を思い出す。神に逆らうというのか。ならば
的力で全てを抹消してやろう。
よ。なぜだ、なぜビジョンが使える。モナドはその手にないというのに。わからない。だけど心の奥底から浮かんでくるんだ。倒すべき相手が、変えるべき未来の姿が。見えた未来は絶対のものじゃない。私たちが選んだ道の数だけ無限に変化する。それはあなたもよくわかっているはず。これまでそうしてきたのはあなた自身なのだから。それは神のみに許された技だ。だからどうした。見えようと見えまいとそんなことは重要じゃない。選び取ろうとする意志、掴み取ろうとする力、僕らは今それを手に入れた。それはモナド。あなただけに選ばせはしない。この世界に生きるもの全てに選ぶ自由がある。それが未来よ。第三のモナドだと。なぜそんなものが、なぜお前たちごときが。そのような力、あなた認めた心が消し去ってくれないでしょ。このようなあれのモナドとまことは、あなたの想定を見よう。Yeah!